はい、楽々毎月10万円儲かる方法、そういうのね、ないですよ。あるわけないですよ。そんなんあっても私紹介しませんよ。そんな楽々10万円儲かる方法、じゃあ誰がその10万円を払ってるんですかってことなんですよね。誰にその10万円分のサービスなり、ポイントをね、紹介してるのか提供してるのかってことですよね。やっぱりね、ここから抜け出さないといけないですよね。で、一定のスキルがあるプロのレベルになってくると、こういうふうなね、あやふやな話には全く乗らないんですよ。全く乗らないですし、乗るときっていうのは、もうね、リサーチのために乗ることはありますよね。この、その商売の仕組み、この詐欺の仕組みはどういうふうになってるのかな、誰がやってるのかな、どこら辺で、広がってるのかな、どういう広告を使ってるのかなっていうのね。そういうのをリサーチするために私も、あえてエントリーすることはあります。でもそれはあくまでも、なくしていい必要経費ですよね。まさに10秒後になくなってもいいわけね。10秒後になくすために払ってるわけなんですよね。で、その詐欺のスキームを調べて、そして皆様にお伝えするってこともたまにやるわけなんですけども、ただこれね、詐欺っていうのは、本当に見抜きにくいっていうかね、個人批判になったりとか、あとやっぱりこう営業妨害になったりもするんですよ。というのが、詐欺っていうのはあくまでも被害者が届け出て、詐欺認定を出されて初めて詐欺なんですよね。ですんで、まだ詐欺罪が成立してないうちに指さしてね、これが詐欺ですよって言ったら、今度私がね、名誉毀損で訴えられちゃって、で、それ詐欺を立証する前にちゃんとそのね、どっかの誰かがお客さんにお金払ったら詐欺じゃなくなるんで、私が一人が一方的に悪くなっちゃうんで、ね、だから詐欺っていうのはね、ここが詐欺ですよって言いにくいわけですよね。まあ、ですので私の感覚ではこれはやっていかないですねっていうふうな変な言い方になっちゃうんですけども、困ったのはね、そこそこ力のある方がそのブツを調べずにですね、紹介をしちゃうってことなんですよ。紹介療法士さんに、紹介療法士さんはどうかわかんないですけどね。で、私の動画見ていただきたいんですけども、私はね、あやふやな情報を発信するときっていうのは、これは詐欺だと思いますけども、あえて私はやってみますと、絶対皆さんやらないでくださいっていう、そういうふうな前置きを繰り返し繰り返しやりながら情報発信するんですよ。それでもね、申し込みがあったりとか、久保さんこれは本当に儲かるんですかってお問い合わせが来るんですよ。まあ、そうなると、お前修行が足りんって言うんだねみたいなね、やっぱこう怒られちゃうわけですけど、そういう経験された方もいるんじゃないですか。これは絶対参加しないでくださいと。詐欺だと思うんで、私は余剰資金があるから、その資金の間で参加するからいいけども、10秒後になくなってもいいお金だと思って参加するからいいけども、そのレポートをこれからしようとしてるのに、儲かりそうなんで参加させてくださいみたいなね、ダメですよ。だからね、10万円儲かる方法って言うんでね、動画をタイトルつけたとしても、そんなわけないじゃないですか、そんなものがね。だから私のその速稼塾ってものの、真髄をまだ理解してないと、真髄ってほどでもないですけどね、誰かに喜ばれてありがとうのお礼でお金をもらうって形はもう変わらないわけですよ。で、FX についてはそうではないってことも申し上げてます。FX はお金を払う人が、本当にね、こう片目をつぶって、顔をゆがめて悔しい思いをしてお金を取られてるんですよ。FX ってのは単なるお金の分取り合いです。それに意味はないです、はっきり言ってね。FX に社会的価値はないです。誰も喜ばせないです。ただ自分がスキルのない人からお金をまくり上げてるだけですからね、FX は。まあ、ですんで、スキルをつければ一方的に勝つわけですよ。で、それを目指すわけでしょ。だから、普通の人が普通のところで諦めるところで挫折してる人は、まあ、お金取られて終わりですよね。でもそこを抜けてる、そのマインド、力を持ってすれば、プロの力量になれば、ずっとお金入ってくるんで、だからね、詐欺の話とかね、なんとかツールとか全く当てにしなくなるんですよ。だからそこに来てほしいなと思います。はい、今日の動画のまとめですけども、楽々で10万円儲かる方法はありませんからね。逆ですよ、あなたが楽々で稼げる人間なのかどうかなんですよ。どっかにそういう物があって、それを手にしたらね、黄金のパーツのように無敵になるわけじゃないです。あなたが自分で自分を無敵にしてるかどうかだけなんですよ。だからね、自分以外のものに依存しようとする、楽をしようとする、自分のスキルを高めようとしない、その全てにつけ込んできますんで、詐欺は世の中からなくならないと思います。だからあなたが詐欺を見抜けれるかどうか、そしてそういうふうなね、簡単に稼げる方法にいつまでも興味を持っちゃダメなんですよ。簡単に稼げれる自分になっていかないとね、ということでございまして、億万長者合宿また続きます。失礼します。